あらみこんにちは、これそれでは今回なんですけども、LINEPay を半年使って思った LINEPay の5つの魅力を簡単に解説ということで、これまで僕の動画では基本的にスマホ決済などの、まあ、Pay 関連のサービスについて主にお伝えしてきました。まあ、そして10月からキャッシュレス消費者還元などの影響もあって、まあ、新たにスマホ決済デビューをされる方も多いかなと思います。まあ、そこで改めていくつかあるスマホ決済を1つずつピックアップをして、僕なりに簡単にそのペイサービスの魅力をお伝えしていこうと思います。 まあこのシリーズでは還元率などについては一旦省きまして、機能面について主にフォーカスをしています。そして今回はそのラインペンについてお伝えします。 ま、そもそも LINEPE って何ぞやということなんですけども、簡単に言うとほとんどの方がご存知と思うんですけども、あの LINE が提供するスマホ決済サービスのことですね。ま、基本的には普段使っている LINE と連動して使うので、使いやすい印象はあります。で、ここからは LINEPE の魅力的な機能を5つお伝えします。まず1つ目は、送金や割り勘機能が便利ということですね。この送金や割り勘が活躍する場面は、主に友達同士や会社の同僚との食事、あとはママ友とのランチかなと思います。 僕はまあこれまで友達同士で結構この機能を使っていることが多いですね。まあ実際現金での割り勘も悪くはないんですけども、やはり LINEPay の割り勘をした方がめちゃくちゃ楽ですね。というのも、1円単位で LINE の友達にチャット感覚でサクッと送金ができるんですよね。まあしかも銀行口座からの振り込みと違って手数料もかからないですし、送金したらその瞬時に自分の LINEPay の残高に反映されるので、本当に簡単です。もしまだ送金をしたことがない方は、試しに家族 友人同士ででで1円とととかでも送金しししちゃっっててみるといいと思い思まます、まあ、僕は初めてやったた簡単にできて結構感動しました次、二つ目はチャージ方法が豊富ということで、現在、LINEPay には様々なチャージをする方法があります。まあ、例えば銀行口座、あとセブン銀行 ATM、ファミポートなどですね、LINEPay と連携できる銀行口座も結構ありまして、地方の銀行ですとか、あとは誘致などもあるので、もし連携する方はある程度対応しているかなと思います。ちなみに銀行口座と連携 するのにちょっと抵抗があるかな。という場合はお近くのセブン銀行 atm とか。でも12分くらいの作業でチャージができるので、まあこの方法とか。でも結構簡単にチャージもできます。3つ目はマップ機能が便利ということで、以前僕が使い始めた頃はこのマップ機能はなかったんですけども、今となっては、この line pay のアプリのマップを使えば、どこでも line pay 決済ができるかを調べることができます。 まあ、マップの中でフィルターをかけることもできるので、例えば LINEPay 決済が可能な飲食店、またはコンビニなどでご自身が行きたいお店が LINEPay が対応しているか簡単に探すことができます。ぜひですね、LINEPay デビューされた方はこのマップを使ってどこで決済できるのか、マップを使って探してみるのもいいと思います。4つ目は、クーポンが嬉しいということですね。これはかなり不定期ではあるんですけども、LINEPay ではたまにクーポンをもらうことがあります。例えばコンビニで100円引きであったりとか、あとは松屋で100円引きで 100円引きだったりとと気軽にに使えるるお得なククーーポポンンをもらうことがああののでで結構個人的にはあのクーポンは嬉しいですね最後、5つ目は、リアルタイムで取引確認ということで、これどういうことかというと、これすでにもう LINEPay 決済を使われている方であればご存知かと思うんですけども、LINEPay で決済するごとに通知が来ます。例えば、コンビニでジュースを150円で買った場合、LINEPay で決済をしたら、150円を LINEPay で決済しましたよという感じに、 親切に毎回通知が来るので、自分がいつ何に使ったかを瞬時に確認することができます。なので、リアルタイムで残高を把握することができて、万が一身に覚えのない不正利用などがあったとしても早期発見につながるということですね。 そんなこんなで今回は l i n e p の5つの魅力についてお伝えしました。まあ他にも l i n e p が公共料金の支払いなどに対応しているなどありましたが、まあ場所によってはちょっとまだ見たいようなところもあるので、今回この中には含めていません。この動画は還元率などに関しては一旦省いた状態でお伝えしましたが、やはり LINE 自体もともと使われているユーザーがめちゃくちゃ多いので、初めてのスマホ決済として l i n e p は結構入りやすいイメージがあります。 ま、今お伝えした以外のことでも、現在ではネット決済などの様々な場所でも使えるようになってきているので、今後も LINEPE が活躍する場所は増えてきそうな気はします。まあ、もしですね、この動画を見ている視聴者さんで、他にもこんな魅力が LINEPE にはあるよ、みたいなことがあれば、下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。